フランス人が迷っているときにどんな言葉を使うかなと思ったら、このビデオの中でそれを教えたいと思います。日本語だったら、っていうふうになるんですけれども、フランス語では全く別な言葉ですから、ぜひぜひ最後までこのビデオを見てみてください。カリブ海から来たフランス人のジョアン・キャンです。このチャンネルでは、フランスと日本の違いについて話したり、フランス語も教えますので、気になる方、ぜひぜひ登録してください。フランス人が使っている3つの言葉を教えたいと思います。1問目の言葉なんですけれども、は、まあ、いろいろな書き方があるんですけれども、翻訳すると、っていう意味になりますね。例えば、j'aime parler le français parce que…気づきましたか？文章でもつながります。parce que…j'aime la France parce que…c'est beau! この言葉を使ったらみんなわかりますね。なんかまだわからないとか、単語を探してることをわかりますね。使ってみてください。次の言葉なんですけれども、なんか、と同じイントネーションでしょ？は、考えるときに使う言葉ですね。Tu penses quoi de cette couleur? Moi, j'aime bien.こんなふうに使ったらいいです。で、うの違いなんですけれども、うは文章を作りながら使いますね。j'aime bien, っていうふうになるんですけれども、を使うときに答える前にとか使いますね。Est-ce que tu viens à l'anniversaire de Patrick? Ouais. Ça te dirait d'aller au restaurant? OK. っていうふうに使ったらいいです。で、3番目の言葉なんですけれども、選ぶときに、考えてるときに使う表現です。Voyons voir. 例えばね、パティスリーに行ったら、どんなケーキしようかな？を使っていいんですけれども、もし例えば店員が待ってくれたら、その店員に、今考えてるを知らせるために、これを言ったらいいです。Voyons voir.Alors, もう使いますね。voyons voir. Celui-là, ce gâteau, s'il vous plaît. っていうふうになります。とか、例えば図書館に行ったら、で、本を選びたいんですけれども、誰にも話してないんですけれども、一人だっても、自分自身に話したら、voyons voir. Qu'est-ce qui pourrait être bien? J'ai déjà lu celui-là. Voyons voir. Peut-être celui-là.っていうふうになります。で、4問目なんですけれども、alors は、まあ、選ぶときに使いますね。alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? alors, quelles chaussures je vais choisir? つまりに、voyons voir. alors, を使ったらいいです。ぜひぜひ使ってみてください。この動画の中で新しい言葉を学んでいたら、ぜひぜひ評価グッドボタンを押してください。そして、次のビデオを見逃さないように、ぜひぜひ登録してください。それでは、ありがとう。